回ナヒーダと会った時まだ問題が残ってたよな。気になるけど、でも聞けそうな雰囲気じゃなかったし。例えば降臨者だけど、お前みたいに別の場所からテイワットへ旅しに来た人なのかな。それにお前の妹さんのこともまだ気になることが多すぎるぞ。もう一回ナヒーダと話してみようぜ。しかし、あなたの意見に合わせるとこの物語はサスペンスになってしまうぞ。私が書きたいのは論文だ。論文とは何かわかるか？厳密さが求められるんだ。では君の言葉を借りて、厳密さを求めるのであれば、最初からタタラスナの疑惑などというテーマにはするべきじゃない。決めつけられないことなんだから、交渉として書くことしかできないだろう。課題は確かに恩師から受け継いだものだ。だがこういう話というのはどうしたって興味をそそられてしまうだろう。不可思議な場所、知られざるその細部、謎の人物、好奇心からそうした論文を書きたいと思い立ったんだ。だからあなたに頼んでいるのではないか、沢田先生。赤羽さん、僕にお願いしに来た以上はもっと僕の意見にも耳を傾けてもらわないと。ドラマ性というのは小説の核心、こればかりは仕方のないことなんだ。いや、それは。あそこの二人、タタラスナの話をしてないか？でもあれは稲妻の地名だよな。スメール人が稲妻の謎の事件を研究してて、そのために論文まで。周りの人はおかしいとも思ってない様子だし、スメールの学術的雰囲気ってやつは本当に自由だな。おう、ちょうどあいつらが話してるタタラスナの疑惑が何なのか確認してみようぜ。では書稿は私の交渉をもとに沢田先生に編集してもらう方向で進めよう。今回の文章においてはきっとあの失踪した歌舞伎者が論説の肝となるだろう。はあ、あの名高い旅人が見つかればいいのだが、彼は見識が広いという話だ。何か知っているかもしれない。お、こちらが旅人さんか。おい、その顔はなんだよ。オイラたちを疑ってるのか。いやいやいや、もちろんそういうことではない。旅人さんのご存命は稲妻にいた頃から耳にしている。初めて君とその謎の白い仲間を目にしたもので、好奇心からつい観察してしまった。職業病というやつだ。すまん。沢田先生と来たら全くすまないな。私たちはどちらも家に長くこもる性分ゆえ、少々社会性に問題があるんだ。旅人さん、あなたはみんなをたくさん手伝い、いろんなところへ行ったと聞いている。そこで一つタタラスナの話をしてくれないだろうか。けどオイラたちもあそこについてはよくわからないんだ。お前たちが話しているのを聞いて興味があったから来たんだ。ああ、やはりそうなのか。前に恩師もこの課題を選んだのは難易度が高くて挑戦のしがいがあるからだと言っていた。稲妻の現地の人でさえタタラスナの昔の出来事はあまり知らないからと。ただもしよければの話だが、皆さんに僕のタタラスナ事件に関する創作の方向性を見てもらいたい。ちょっと待った、沢田先生、最初からそれだと分かりづらいのでは。それもそうだな。じゃあまず若葉さんの論文の書稿を見てもらおう。うん、紹介しよう。まずタタラスナ地区で
とある資料を見つけた人がいたんだが、その中では神輿長政という人が良い刀を打ち出したことに言及されていた。しかし彼は最後にこの刀を火に投げ入れて溶かしてしまったらしい。その上葛城という手下を殺してしまったというんだ。理由については誰にもわからない。ただこの長政とその手下、そして物語を記録した人物以外に資料の中にはとある歌舞伎物についての言及があった。稲妻においてこの単語は得意な格好、あるいは行動する奇妙な人を指すようだ。そうだ、赤羽さんの恩師もそれなりに本土で調査をしていて、どうやらこの歌舞伎者はタタラスナでしばらく生活した後姿を消したらしい。その後に先ほど言っていた変な事件が起きた。一人の変人がいて、そいつがいなくなった後に殺人事件が起こった。どう考えてもおかしいぞ。だろ、僕もそう思ったのだ。だから当時タタラスナで起こった事件に関する細かいところを聞き回ったのさ。そしたらなんと。いきなりでかい声を出すなよ。大事なところだからちょっと強調してみたんだ。そしたらなんと、僕のとある友人が幕府の資料室で働いていて、関連を探る手伝いをしてくれたのだ。先ほど出てきた人々は皆400年前の稲妻で生活していたことがはっきりした。当時のタタラスナはすでに稲妻における清廉工業の中心地だった。そこの最高責任者は庭という官僚だったのだが、面白いことに彼もまた最終的には行方不明となっていた。失踪したやつがもう一人？まさにその通り。しかも丹羽という名字、これがただものじゃない。稲妻の清廉鋳造の名門を知っているか？清廉鋳造といえば、それって一心殿とかか？おや、よく知っているな。なら話は早い。この丹羽というのがあの一心殿最後の後継者である楓原家の縁戚だったのだ。その楓原家も後に事件があって落ちぶれたという。詳細な経緯はよく知らないが、これだけ要因が重なっているとどうもいろいろと想像してしまうな。楓原家。沢田先生、一番大事なところを忘れているぞ。おっと、僕の記憶としたことがここ一番を忘れていた。皆さん、ここからが本当に大事なところだ。信じてもらえないかもしれないが、これは僕の生涯の中でも前代未聞の。もったいぶらないで早く。赤羽さんの恩師の資料によれば、九段の歌舞伎者は人間ではなく人形だったというんだ。人形？おや、お二人の表情から察するに関係ある話を聞いたことが。ただ人形なんてものが物語に出てくるのが変だなと思って。 お前の言い方のせいで怪談みたいになっちゃったじゃないか。そう、僕もそう思った。しかし稲妻には確かに人間でない種族がいることを考えると、人形が出てくる事件があってもおかしくはない。だからこの作品を書いたんだ。というわけで一つお目通しを。
ぜひ私の論文の書稿も一緒に。沢田先生は私の論文を彼の創作の方向性に合わせてほしいと思っているようだ。だが私は論文とはもっと現実に即したものであるべきだと思っている。細かいところを全て不思議な力で片付けてしまうべきではない。沢田先生のお話の中ではっきりと言えない部分を全て政治的要素に結びつけるのはどうだろう。例えばこの事件の本質はいくつかの勢力の縄張り争いだったとか。論文ってそんな適当にでっち上げていいものなのか。おいらてっきりお前が書いてる方が小説なのかと思ったぜ。赤羽さん、君の恩師があれだけ時間をかけて積み重ねた調査と僕の人脈をもってしてもたったこれだけの資料しかなかったんだ。もうこれ以上は深入りできない。しかも本当に君の言う通り、この件が極めて重大でよその勢力闘争にまで関係しているのならなおさら真相を知るつてなんてないだろう。はあ、それもそうだな。もう少し考えてみるよ。少し時間をくれ。新しい切り口を考え直す。まだ用事があるから先に行くぞ。論文頑張ってくれよ。ありがとう。もしこの件に関する情報があればぜひ私に教えてくれ。頼んだぞ。おい、さっき言ってた件だけど、残票と関係があるんだろ。じゃあもし何か分かったとしても参考として教えてあげられることなんてないよな。だって残票のやつはオイラたちに倒されて囚人になったんだぞ。普通こういうやつの情報って全部極秘情報ってやつになるだろ。オイラに言わせれば赤羽は課題を変えた方がいいと思うぞ。課題なんてものは世界中の大樹くらいいっぱいあるんだ。別に。うわあ！おい、さっきの人影を見たか？いきなり通り過ぎてったあれ、あっちに行ったけど、あれは残票？いや、そんなはずないぞ。だってあいつは閉じ込められてたはずじゃ。早く追いかけてみようぜ。旅人にパイモン来たのね。ナヒーラ、さっき外で残票が堂々と歩いてたのを見たぞ。あいつは閉じ込められてって、うわー、いる。やはり来たんだね。おい、なんでお前がスラサタンナ戦車にいるんだ。閉じ込められてたんじゃないのかよ。あなたたちが気にするのもよくわかるわ。このわけは私から説明させて。残票の釈放は私の意思によるもの。私たちの間にとある取引があって、彼は私に代わって世界樹内での調査をしてくれているの。取引？
どうしてあんなやつを信じるんだよ。スメールがどうして僕を生かしたと思う？考えもしなかったかい？それとも僕に死んでいてほしかった？ならなぜあの時とどめを刺さなかった？うぬぼれすぎだぞ。ナヒーダがお前にはまだ謎があるって。じゃあその謎がなくなったらさっぱり手を下せると？おお、それは成長したね。ついに優柔不断を捨て去ることができたんだ。あら、もう喧嘩を始めてしまったの？困ったわね。少し冷静になってもらえる？オイラたちは心配してるんだぞ。ナヒーダ、こいつに騙されちゃダメだ。君みたいな奴はなかなかいないよ。あろうことか知恵の神の知恵を疑うなんてね。実に面白い。おい、仲違いさせようとしても無駄だぞ。合理的な条件の取引であれば、相手が残票であっても私は問題ないと思うわ。もちろん、君はあの博士とさえ取引したほどだ。その誠意は信じるよ。ええ、彼の手から価値のある情報を交換できた。この点についてはいずれもっと知ることになるでしょう。この前の一戦で残票の力はほぼ消耗した。今の彼は私たちにとって戦略的な脅威となることはないわ。むしろ微妙な状況に身を置いているの。それに彼はファデュー執行官第6位だったこともあって、多くの秘密を知っているはずよ。そんな彼がスメールに閉じ込められている状況だから、ファデューの態度は気になるけれど。ちょっと待てよ。だったってことはもう執行官じゃないのか？できれば私もそう言いたくはないのだけれど、でも博士は歯医者を連れて帰るつもりはないみたい。つまり世間の大半は利用する者とされる者の関係にある。これこそが一番安定した人間の関係なんだ。ファデュイと僕、あとは彼ら同士の間さえそうであるようにね。価値さえあれば誰も捨てられない。だけどこの件が終わって僕が一部からの信用を失ったことは認めざるを得ないようだ。ファデュイ内部は僕の用途を再評価しようとするだろう。僕も自分のために退路を残しておかないとね。この間話し合ったように、私は命を傷つけることが嫌い。あなたも守ってくれる場所が必要なら、他の勢力に身を寄せるのはどう？見ての通り、目の前の二人はもう反対を表明している。違うかい？そして君はこいつらの友人だから、自然とそちら側に立つ。当たり前だろ。ナヒーダ、こいつのデタラメを聞いちゃダメだ。ではこのことはまた後で話し合うことにしましょう。まだ時間はあるわ。とにかく今日のことは試みの一つだと思って、協力してこれを今後の判断に生かしましょう。わかった。僕は約束通りに動くとするよ。行ってきて。連絡は取り続けられるように。ナヒーダ、今回決めたこと本気なのか？ええ、というよりこの決定を下したのはあなたにも関係があるからなの。そう、私は以前世界樹にはあなたの血縁者の記録があるって言ったわね。あ、そうだぞ。今日お前を探しに来たのもそのことを聞こうと思ったからなんだ。もっと情報はないか？ええ、あ
の時ファデュイの方ではあなたの血縁者の情報を降臨者の範疇に含めなかったと言っていたことは覚えているはずよ。これが重要なの。もしかしたらファデュイは私すら知らない情報を把握しているのかもしれない。ファデュイの一員だったザンヒョウならこういった情報の把握は私より正確かもしれないわ。もう少しで新たな神になれた彼は権能を与えられ世界樹とつながることができるようになった。神の心を失った今でさえ彼の体内にはまだ少しつながる能力が残っているの。世界樹内部の情報量はあまりにも膨大で私でさえ全てを事細かに網羅するのは時間がかかる。だからこの方面に詳しいザンヒョウに私の代わりとなって世界樹で降臨者に関する全ての内容を探すように言ったの。そうだぞ。とにかくオイラはあんな奴信じないぞ。あいつには散々邪魔されてきたからな。わかっているわ。ただ時には立場が全ての前提となる。未来のことは彼がどんな情報を持ち帰るのかによって決まる。それに旅人、私はずっとあなたが願っていることを知っていた。私たちは何度も意識をつないだから、あなたの心のどこかに強い思いが隠れていることをね。あの感覚は闇夜の中でただ一つの灯火を探しているようだった。残票に用心することは私がスメールの神としてすべきことでもある。でも私はあなたを友達だと思っているから、ずっとあなたのために何をできるのかを考えていた。あなたが昼夜問わずに思い続けているその答えを手に入れられるのであれば、ザンヒョウとの取引も喜んでやるわ。そう遠慮しないで。あなたはスメールの英雄だもの。これはそれにふさわしい報酬よ。でもやっぱり安心はできないぞ。何かオイラたちにできることはないか？あなたたちに連絡しようと思ってたの。でもその前にあなたたちが私のところまで来た。あれは一種のテレパシーと言えるわね。実際あなたに依頼するつもりだったわ。私の代わりに残票を監視するように。力がほぼ失われたとしても残票は執行官。あなたが彼と一緒に行動してくれると私も安心できるわ。もちろんあなたたちが世界樹を進むためのガイドができるよう、外からではあるけどナビゲーションの形であなたたちのそばにいるから。うん、ではお願いね。準備をして、もうすぐ世界樹へ送るわ。